に勝ち星がない野村ヤクルトと大沢日本ハムの対戦、そろそろ勝ち星が欲しいところ。ヤクルト先発は2度目の登板となる石井、しかしこの試合課題である制球力が安定しません。立ち上がりの1回、全てフォアボールで埋めたランナーをタイムリーで返されていきなり2失点。3回にはフォアボールの後、今年怪我から復帰した田中幸雄にツーランホームランを浴びるなどいいところがありません。野村監督は、石井は全ての面で裏切った、ストライクを取るという最低条件でさえクリアできていないし、2軍に行かないとしょうがないと呆れ顔です。一方、石井とは対照的だったのは日本ハム先発のドラフト1位山原。評判通りストレートに威力があり制球力も抜群。1回には1塁ランナーの古田を牽制で刺すなど、ルーキーとは思えない堂々たるマウンドさばきを披露。大沢監督も中継ぎ抑えとして起用する方針を固めています。ところで今年の神宮球場は内野の人工芝を張り替えました。今回の芝の特徴は、今までファールになっていたライン際の打球がほとんど切れないことです。そこで野村ヤクルトはこんな戦法を試します。6回、まず1番の飯田がセーフティーバント、これはアウトになりましたが、続く2番新外国人ハドラーも。今年の神宮ではヤクルト 1,2 番のこういう場面がたくさん見られそうです。さて、試合は13安打の猛攻を見せた大沢日本ハムが10対3でオープン戦初勝利を収めています。逆に野村ヤクルトは3連敗です。今日はとりあえずね、自分の持ってる力を全て出し切れたらいいなと思います。ほとんどの評論家が絶賛するドラフト1位伊藤智仁投手がオープン戦初のマウンドに上がりました。伊藤投手は140キロ台のストレートにスライダー、カーブを交え、日本ハム打線を寄せつけません。中でも得意のスライダーは噂通りの切れ味で威力十分、結局3イニングをヒット1本4つの三振を奪い、前評判通りの力を発揮しました。ちょっと緊張して力みもありましたけど、回をごとに、まあ、力も抜けてきて、まあリズムで投げられました。一方の日本ハムはプロ入り4年目の芝草投手がオープン戦2度目の先発マウンドに上がりました。今シーズンはローテーション入りの期待がかかる若手の成長株芝草投手なんですが、古田選手のタイムリー、ハウエル選手のオープン戦第1号とワンアウトも取れないまま降板。キャンプの成果を見せることができませんでした。ぜひ頑張ってください。ヤクルトは今年もエースとしての期待が大きい西村が先発しましたが、3回突如制球を乱してピンチを招き、踏ん張りきれずにタイムリーを浴びるなど、およそエースとは言えない内容。野村監督もあいつのおかげでだいぶ頭が薄くなったわいと渋い表情でした。広島は新外国人メディーナがオープン戦初登場、4番ライトでスタメン出場も4打数ノーヒット、自慢の長打力を披露できず。対照的にヤクルトの新外国人ハドラーは元気いっぱい、レフトスタンドに豪快な来日第1号を放り込み、力のあるところをアピールしました。試合は今日初スタメンの広沢が自ら復活ののろしを上げる1号ツーランを放つなど、ヤクルトが7回に一挙6点を奪って逆転勝ちを収めました。ハヤットに関しては試行錯誤を繰り返した。セカンドを予定していたレイ、アリですが揃って使えない。だがそんな状況の中、一人でカバーしてしまったのが2冠王、そして MVP のハウエルであった。それでもやはりもう一枚頼れる助っ人が欲しい。そこでやってきたのがレックス・ハドラー。カージナルスではあのオジー・スミスと二遊間を組んでいた。おはようございます。ちょっと筋肉の落ちたシュワルツネッガー。ハドラーなんかあの手をまさにそれだわね。ストーリー解する手段の若者たちと決して判断を急がないこと。去年のハウエルがそうだったように、ヤクルト優勝の陰には常に外国人選手の力があった。78年悲願の初優勝の時にはマニエルが39ホーマー103打点と大暴れ。その時トップバッターとして3割1分7厘を打ったのがヒルトン。独特のクラウチングスタイルで日本一に貢献した。だが
ファンに与えた鮮烈なインパクトということで言えばこのホーナーかもしれない。もっとも今年ハドラーに求められているのはホーナー的な活躍ではなくてヒルドン的なプレーのはず。オープン戦では一発のあるところも見せたハドラー、野村放送では果たしてどこで使われるのだろうか。野村監督としては非常に幅広く使えるファイター、ヤクルトにないタイプのプレーヤーです。オマリーは第1打席がフォアボール、そして第2打席はこのセカンドライナーに終わりましたが、相変わらず明るい表情。そしてパトレックは早速センター前にヒット。6年連続3割延長で好スタートです。オープン戦3度目の登板となるヤクルト先発石井はフォアボール4つを出しコントロールが今一つでしたが、4イニングを2安打無失点で切り抜け、悪いなりにも要所を締めました。ヤクルトのクリーンアップはもうエンジン全開です。池山が阪神先発の猪俣からいいスイングができたというオープン戦初ホームランを打てば、ハウエルもバックスクリーンに第2号を運びます。猪俣は6回を投げ7安打6失点と先発ローテーション入りに課題を残しました。何かと話題を振りまく新戦力のハドラーは意表をつくセーフティーバント、しかしつまずいてすってんころりんと1回転。爆笑プレーに野村監督も思わず白い歯がこぼれます。ヤクルトのいいところばかりが目立った中で、阪神はこの人松永がお待ちかねの第1号を放ち、タイガースファンも喜ばせました。試合は7対2でヤクルトが勝っています。毎試合自分でテーマを決めてマウンドに上がるという山崎、言葉通りに打たず先頭打者を許したものの7回を投げ4安打無失点と上々の出来。ピッチャーが多いのでローテーション入りはどうかなという本人に対し、鈴木監督は山崎は 3,4 番手に来ているよと合格点を出しています。打線の方では激しい外野戦争に生き残りをかけている中根が忘れかけていた手応えだったというホームランを放てば、去年手首にデッドボールを受けてシーズンを棒に振った鈴木隆久が完全復活をアピールするホームランを打ち、鈴木監督を大いに喜ばせました。一方試合はヤクルトが3発5安打と打線が全くつながらない上に、先日ミミズを食べたことでプレー以上に有名になったハドラーが雑なプレーでチームの足を引っ張るなど4対0で近鉄が勝ちました。